司法、石川県出身、第21期正倉銀士、銀道志向流。現在全国正倉銀士会会長を務めています。最初民謡をやっていたんですけども、6年ほどして、先生がお亡くなりになられて教室を畳まれたので、なんかないかなっていう思いがあって、その時に職場の先輩に誘われてこの詩吟の世界に入りました。26歳の時に入りました。正倉の中では遅い、始め方だとは思いますけれども、努力次第かなっていうふうに思います。好きであればまず努力 しますし、それからやっぱり目標を持てばそれに近づこうという気になりますから、大丈夫かなというふうに思いますけど、初めて日本武道館というところへ行って、正倉銀士の方の吟詠を聞いて、あ、これが本当の詩吟なのかなというふうな思いがありまして、よし、これを目指そうという、そういう思いになりました。とにかく数多く吟じることしかないですね。また何をか、それから好きな先生の、正倉の先生の CD を何回も聞いて、それを真似るっていうところから入りました。努力の末正倉銀士となり、正倉銀士会会長を務める前山銀士ですが、銀会が抱える大きな悩みもあるといいます。そうですね、若い人がほとんど入ってきてくれない状況が続いております。法学離れというのがどの分野でもあると思うんですけども、特に銀詠の場合は20年30年続けてやっていって、初めて指導者というものになれるということで、どうしてもやっぱり高齢の方が指導者になっているんですね。そうすると会員自体もやっぱり高齢者が入ってきてしまう。若い指導者がいれば若い会員が増えるのではないかなというふうに思ってますけど、やはり若い指導者を自分らが育てなければならないと思ってます。昔の正倉銀士はものすごく個性が、一人一人が独特の個性があったので、私もこの銀は前山司法の銀だっていうようなことが言われるような、そういう銀詠家を目指したいなというふうに思ってます。最後に今後正倉銀士を目指す方にメッセージです。そうですね、吟じる回数はもちろんのこと、そうですね、まず自分を知ることが一番大事ではないかな。自分の気質、性格であったり、それから声の質、それから自分のいいところ悪いところ、それをまず知ることが大事ではないかな、そういうふうに思います。数をこなして、詩吟に関し、技術的なことに関しては、やはり詩吟は言葉を吟じる文化ですので、それが一番大事でありまして、言葉を丁寧に、読み上げるということが、早道ではないかなというふうに思います。このコーナーの題字は前山先生に書いていただきました。ありがとうございました。